よし、キート。いらっしゃい。リズベット武具店へようこそ。また来てね。よし。キリト、なんだ？どうだ？ありがとう。よし。キリト。一緒じゃないのね。ストレアさんのことです。別にそういうわけじゃなくて、ただ単に今あの人のことが話題になってたから。ストレアさんって最初のイメージと違って面白い人だなって。みんなで料理作った時もすっごく面白かったしね。少なくとも悪い人じゃないみたいね。突然変なことを言い出す時もあるけど、不思議な魅力があるっていうか。キリト君の悪い癖。いつも放っておけないみたいなこと言って、いろんな人に関わっちゃうの。それがキリト君のいいところでもあるんだけどね。私がキリトさんと知り合ったのもまさにそんな感じでした。キリトさんに出会えて本当に良かったです。そうです、パパがいてくれたからこそこうしてみんなでおしゃべりできているんです。だからパパはパパらしくそのままでいてください。まあストレア含めキリトの知り合いに悪い人はいないし、なかなか見る目があるじゃない。うん、いい人たちばっかりだよ。なぜか女性が多いけどね。
それは確かに。本当かな。キリト君その辺の自覚なさそうだし。モヤールの樹液から作る石鹸ですよ。香りの持続時間が長いんです。気にしないでいいわよ。みんなでお風呂なんて楽しいじゃない。私がご招待しました。ゆいちゃんたら、勝手に部屋のドアを開けちゃダメじゃない。でもパパだったので大丈夫かと思って。そっか。でもね、お風呂の時はやめておこうね。ごめんなさい。リーファさん、こんばんはです。あ、ゆいちゃんもお風呂に入ってたんだね。いい匂いがする。パパと同じこと言ってますよ。え？パパと同じこと？覗き行為よ、覗き行為。
リズさんまでいる。一体何がどうなって、それに覗き怖いって。まあ状況だけ見れば真っ先にキリト君が責められるよね。なるほど。まあそんなわけで別にやましいことがあったわけじゃないからね。別にいいのよ、言い訳しなくても。キリトだけが誤解を受けるならいいけど、私まで誤解を受けたままなのは嫌だから、しっかり説明させてもらうわ。まず信じてあげるわ。シノンさんもいい匂いがしますね。さっきお風呂に入ってきたから石鹸の匂いじゃないかな。お花の香りがしますね。雑貨屋さんで見つけた石鹸なの。いい匂いでしょ。はい、とてもいい香りです。パパ、パパ、シノンさんもいい匂いがしますよ。嗅いでみてください。それはちょっと。大丈夫です。パパはさっき私とリーファさんの匂いも嗅いだんですから。あんた、女の子の匂いを嗅いで回ってるの？パパ、こっちです、こっち。
なんか、すごい変態っぽい。すみません、アスナさん。キリトさん、こっちに来てますか？で全員集合よ。リズソーってなんでそんな格好なんですか？お風呂から上がって着替える隙なくあんたらがこの部屋に乗り込んでくるんだもん。女性なんですから、いつまでもそんな格好してたらダメですよ。キリトさんが知ったらなんて言うか。なんて言う？キリト。キリトさん、何やってるんですか？覗きよ。何回目かな。私が説明してあげるね。事故みたいなものだったんですね。私びっくりしちゃいました。あ、シリカさん、いい匂いがします。
の。我慢しないで嗅がせてもらいなさいよ。何言ってんのよ。さっきだってリーファとシノンの匂いを嗅いでたじゃない。何か複雑な気分ね。石鹸の香りよりも蒲焼きの匂いにあんな好反応を出されると。結局ティリとは色気より食い気なのよ。